はい、こんにちは、キューピーです。キューピーファイブ、昨日で143、144だ。これが、144回目です。はい、まあ、今週は、まあ、取り留めのない話になってるけど、ね、まあ、ミラクルな話もあったんですけど、いいじゃないですか。ミラクルな話。いや、まあ、そっくりでしたね、長澤まさみ ね。いや、本当に。いや、もうちょっと、紹介してほしいですね。ねえ、いや、なんならその友達に長澤まさみが似てるわけですからね。あ、逆だ。年齢から言うとね。そうでしょ。そう。あの、いつか来る時ないですか、中川に。中川にか分かんないけど、福岡には来てくれるから。ああ、ちょっとその時に一度こう登場してほしいな。欲しいね。欲しい、欲しい。もしよかったら山の話をしてほしいですね。あ、こちらよろしく。まあ、吉川晃司話でもいいよね。うん、もちろんもちろん。あ、今度一度ほら、吉川晃司ファンをここでこう集めて、マジで吉川晃司の話三昧みたいな。あ、素敵。本当？それでも来年だったらできるかも。やる？だってライブに福岡来てくれる友達いるもん。よそからちょっとじゃあそれで やると面白いと、もうそれはタイトルもサムネイルもね、吉川晃司ファン集まれって、めっちゃいいの、それ、やるもう、でもじゃあ吉川晃司いっぱいかけますよ、じゃあ、ね、バックで、ね、ちょっといいな、テンション上がる、それ。そうだから思い出したんですよ、まさかちょっと中川氏の話してたじゃないですか、最近中川氏に注目を浴びてると、そうそう、で思い出した、はい、あの自分結構まあ、歴史もの好きで、まあ、三国志とかよく話すじゃないですか。確かね、吉川晃司もあの三国志好きなんですよ。あ、そうです、そうです。あの佐賀県唐津市出身の作者。北方健三さんの、うんうん、もちろん水滸伝からね、うんうんうん、三国志、はい、甲武と劉邦はまた違ったけど、うん、そう。確かね、ロンドンブーツ1号の淳君も三国志大好きなんですよ。あ、そうなんだ。そう、俺昔なんかテレビで見たことあるって、なんか三国志のその武将の話とかね、なんかテレビでやってたような気がして、だから大抵、まあ、吉川晃司さんも、まあ、吉川さんは年齢近いんですけど、淳さんも淳君もでもいいのかな、絶対会うと、なんかお酒飲みながら三国志話に花開くような気がして、なんかもし中川氏でね、会えるようやったら俺会いたい。淳、うん、いいね。だって中村もあの知ってるし、大将は知ってるし、ちょっと紹介したいですね、まだ別のところを、中川さんに、もちろん吉丸さんも紹介したいし、紹介されたい。ね、会えたらいいですね。会えたらいつか会えるんじゃないですか、これだけ ね、まだ来るんじゃないかな。ね、会ったら教えてください。ばったり。どうなんですかね、なんかそれでみんなこう、みんなその中川氏最近注目浴びてるねとかね、なんか全然ね、うん、で中川氏の中川はどこみたいな言ってた人が急に探し始めたりしてね、地下はいくらなんだとかね。本当ですよ。だからなんか上の方にね、芸術家が集まったりね、こう美味しいお店、おしゃれなとこがね、結構、あと完全予約制的なね、のもあるし、あ、最近行きましたよ、あの、ヤマト。ヤマト。ハンバーグ、ヤマト。カレー、ハンバーグ。そう、最近ヤマトと言ったらね、昔は、まあ、宇宙戦艦ヤマトとか、そういうヤマトっていうイメージなんですけど、俺たちのヤマトとかね、だけど最近はですね、ワンピースのキャラにヤマトっていうキャラが出てきたんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。カイドウの娘としてヤマト、そっちの方のヤマトの方が今有名だと思う。だけど自分は昔からこのハンバーグのヤマト知ってるので、そっちか、で、なんでヤマトなんだろうといつか聞きたいと思うけど、まあ、俺の想像、隣黒猫ヤマトの宅急便の配送センターがあるんですよ。ある、確かにあるよ。今の横にあるよね。あるよ。で、その横に、ハンバーグ屋のヤマト屋がありますよね、昔からありますよね、昔はよく通ってたんですけどね、カレーとね、ハンバーグセットね、だからこのヤマトの、黒猫ヤマトの従業員の人たちがよく食べに来てたんじゃないですか。黒猫ヤマトも昔からあるの、あそこ。なんか知らないけど。どっちが古いんだろうね。どっちでしょうね。あそこがヤマト町とかだら言うなら分かるけど。違うもんね。違うもんね。ちょっとあそこの歴史をちょっと俺今度ね。知りたいね。もうちょっと聞きたいね。今、なんか昔親父さんがいたような気がするけど、この前行ったらなんか娘婿っぽい若い人がやってたんで。もう代替わりなのかな。で、味も自分もほらその10年以上前しか行ってないから、その感覚で行ったけど、そうですね。ちょっと、前はもうちょっとニンニク効いてたかなとかね、なんかいろいろこう、イメージがあるけど、まあだけど、ですごいみんな
あのすぐあの並んで、うんうん、開店前から並んで、もう終わったらハンバーグがなくなったらもう終わりなんですよ、確か。だから早めに店じまいするし、うんうんうん、なかなか最近は行けなかったけど、この前本当偶然、うん、腰やってから、うん、ちょうどその時間帯になんかいつも行かない時間帯で動いてたら、あ、行けたんですね、空いてたと思って、でカウンターに座って、うんうん、ただやっぱ多かったですよ。で次から次にやっぱお客さん入ってくるし、ね、いや回転率もすごかったですね。うん、だからそう、あそこもほら、紹介されてたし、うん、確か中地の YouTube にも、うんうん、あ、なんかで見たよ。そう、もちろんだから最近中川氏そういう YouTube の紹介も増えてきてるんで、ね、うち紹介されんよね。ねえ、誰かは頼んだら。いや、頼まんでいいけど、もう自分であの自己アピールはしてるんで。うんうんうん、ということで、あの、はい、パライスの中川秀道場、はい、あの会員募集中です。そう、会員募集中。あの、うん、そう、日曜日だったらあの、はい、バリカタテレビも放送してますんで、はい、あの1時前ぐらいだったら、うん、あの、うん、なんていうの、うん、鑑賞無料じゃない、なんていうか、なんていうのあれ。何？あの生放送見に来ていいよっていう。観覧っていうと、うん、観覧募集、うん、何、うん、なんかそういうのであの、うん、中をね、普通、うん、普段ならこういうところってなんか入りにくいと思うんで、そうですね、あの、はい、普通にあのピンポンで入って、うん、あの放送をもしよかったら見てください。そうですね、普通にやってます、はい、うん、今日はあの連続試合出場のまとみんさんが、はい、ちょっとあの仕事の関係でいないので、はい、はい、ね、2人でやってますけど、はい、無観客で言えなくなった。無観客試合ね、そう、無観客放送をやってますけどね。そうはい、はい、そういう感じなんで、はい、ぜひ見学に、お楽しみいっぱい、中川市で、はい、はい、あの公園に来ると中川市の情報いっぱい集まってますんで、うん、あのいろいろ質問がありましたら聞いてください。はい、ということで、はい、今日は、はい、こんな感じ。生徒募集、はい、あのもちろんブラジリアン柔術をやっております。はい、あと金曜日土曜日はあの、うん、旧大宿題クラブといって、うん、現役の旧大生が、はい、あの来てくれるので、うんうん、1時間ですけど、うん、あのそこで宿題クラブ小中高、うん、あの来て勉強してます、はい、で、まあ、質問したら教えてもらえるし、はい、あのちょっと、まあ、塾に行く前に、うん、ちょっとこう、うん、覗いてもらってね、雰囲気的にね、うん、どういう感じだろうというと、うん、逆に言うとこっちの方がお得かもしれないですね。はい、うん、うまい、文武両道、うん、はい、両道、机もね限りがあるので、もし増えるようやったらまた机も増やしていきますので、はい、あの楽しいので、本当楽しいので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ吉丸さん、はい、また来週、また来週、さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。こう吉丸スイッチここでやります。押してください、ポチ。さよなら。